みなさんこんにちは、おいもちんです。本日もよろしくお願いします。今日は、ファイナルファンタジー7リメイク続きをやっていこうと思います。よろしくお願いします。前回はですね、ウェッジを救出してエルミナの、まあ、エアリスのお家ですねまで連れてって、まあ、今からエアリスをね救出するっていうところで、シンラビルに向かうところで終わってたかと思いますね。で、とりあえずなんか、コルネオかな、ドン・コルネオのところに、向かおうっていうところで、今日はその続きからね行きたいと思います。はい、ここからですね。それでは、ドン・コルネオなので、ウォールマーケットかな向けて出発したいと思います。いきなりマテリアがね、アルキマニアだって変わった名前です。とりあえずね向かっていこうと思います。はい、ですね、ウォールマーケットの、ドン・コルネオのですね、屋敷のそばまで来ました。でですね、一応ここに来るまでに、これじゃないや。サイドストーリーですね。一応進めておきました。で、これだけですね、進めれなくて、なんかね、これ3分の2って書いてあるんですけど、3つ目ってなんか地下水道みたいなところにあって、だと思うんですよね。一箇所ね。多分それだと思うんですけど、現状ですね、地下の水道のところには行けないので、一応ここで、先にサイドストーリーはですね、進めなくなっちゃったので、とりあえず本編進めて、その中で進めれたら進めていくみたいな感じで行きたいと思います。でですね、この辺の人がですね、なんか、ドン・コルネオが、なんかね、いなくなったみたいな話してて、ちょっとですね、屋敷にですね、行ってみたいと思います。久しぶりですね。あ、いないですね、あの門番のイケメンくんね。音楽も今のところは流れてこないな。誰もいねえな。手下もいないですね。このね、後ろは宝取ってあると思うんですけど、あれ本当に誰もいないですね。ここはね、もうちょっとピンクっぽい色でしたよね。あ、ここじゃないか。ここは手下の部屋か。の隣ですね。お、あ、あのイケメンくんじゃん。お前たちか。何の用だ。あ、レズリーね。私たちプレートの上行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほど、それなら俺も知っている。本当か、教えてくれ。こっちに来い。なんかオリジナルだとさ、壁なんかすごい一生懸命登ってなかったっけ？違ったかな？話だけは聞こう。コルネオさんどこ行っちゃったんだろうね。なんだこの穴。ああ、地下下水道に行けるとか。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら
上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。あ、行けそうですね。何しに行く？これでね、コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった、手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。準備も何もね、お店とかがあるわけじゃないからな。とりあえずいいよ。準備はいいか？はい、行きましょう。じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴？侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻ったやつはいない。いや、いなかったというべきか。そうだね。戻ってきちゃったからね。レズリーも手貸してくれるんかな。降りてきましたね。地下下水道ですね。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手強い奴が多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。母とかね、ほんと強いですからね。あんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。よし、行きましょう。ここにありましたもんね、ドン・コルネオのね。なんか7番街との境界にある大水路に向かう。先に行ってくれ。俺は少し離れてついていく。了解です。あれ、なんかこんな感じだったっけ。あれ、こんなでしたっけ。そっち行ける？行けないか。あれ、立ち上がりこんな感じだったっけ。覚えがないな。壊れちゃったってこと？でも宝箱開けてありますもんね。私たちなら余裕。どこだ？あ、サーリンか。ティタちゃんがね、ガンガンのなんか精神統一的なのがなんだっけ、ランダムで入るんですけど、その音でめっちゃびっくりするしね。特にないのかな。あ、それか。あ、休むとこあるぞ。一回休みましょうか。癒しのベンチですね。あ、しかも正規ルートかな。はい、参りましょう。1箇所どっかあったんだよなぁ。ドン・コルネオのなんかね、
鉄格子みたいな。泡地獄が嫌だ。面白いよね、これ。ここを倒した方がいいね。泡地獄ちゃんからね。ああ、寝ちゃったかな。私に任せて。そっちじゃない、そっちじゃない。終わり。なんか、カエルになる予感。やっぱり。あ、そういえばバレットあれだったな。キュールバー。あ、キュールだから。あれだね。武器変えたらな。ちょっと武器変えてあげよう。 OK、 行きましょう。でこっちか。敵がいる方をかけていけばいい感じですね。すぐ終わる。ダブルシーズン来るぞ。キロちゃん怒ってる。痛い痛い痛い。あー、カエルになっちゃった。よし、やっちゃう。めんどくさいや。オーバードライブがめっちゃ強いですね、このティファちゃんのオーバードライブ。めちゃくちゃ気持ちいいしね。気持ちいい。キラちゃんがね、一番使いやすい気がするんですよ。すごい低いしね。あ、いた。死んじゃった。本当にね、めちゃくちゃ素晴らしくて使いやすい。一旦下がるね。記憶のうちの看板娘よ。バランスがの仕事なんだ。たたきのめしてやら。これで、ヒールバース、いや、アンガーマックスの。持って数が多いのね。ヒールバースか。手ごわいな。すごいっていうか、めんどくさいですね、このガードがね。なかなかってことなんでしょうかね。分かんなくなっちゃうんだよな。
あー、いけないか。あ、こっちか。あ、こんなとこ来てないよね。あ、これ開いてる？ここで合ってる？なんか来たことあるようなないような感じだね。何やってたの？またこの感じがいる。このガードが本当に厄介だな。こんなに回ってくるやつ。別のを強化しようか。よいしょ。とりあえずね、育てるだけ何でもかんでも育てておこうかな。これでも、あー、新しい宝箱があるってことは来たことないとこですね。やっぱこの先がコルネオの隠れ家なのかな。なってるんじゃないかな。そんなに。この調子でいけ。次は考察ですね。ん？ん？合ってるこれ。戻るというかこっちか。アバランチの印か。ジェイシーがミックス巻き込んで合鍵仕込んでたよ。ポンちゃんのね。役に立ったよって言えなかった。ティファ、先を急がなきゃね。話し込んでるところ悪いが、その扉の先が目指す水路だ。わかってるよ。大水路に着いたのかな。とりあえず一本道でしたね。さあ、着いたぜ。こっちだ。これもあの印がついた扉がある。ああ、あれあれ、そう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 。ここが開かなかったんですよね。モンスター見えとるけど。前は閉まってた。そう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 。よろしく。はいはい。聞いてもいい？オーディションの時どうして助けてくれたの？アニアンに頼まれたからだ。それだけ？俺はあそこまで捨て身にはなれなかった。え？ほら、早く行ってくれ。何かあるのかな？あー、すぐに終わらせよ。ガードを発動してたか。発動する前にやったろうかと思った。しまった。痛い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 。あれ、もう2機やってたの。倒れた。これ結構効く説あるな、これ。結構この飛び技効く説あるな。待て。話しかけれんと思う。待てって言ったけどいいんかな。もうすぐコルネオの隠れ家だ。ここからは俺が先に行く。はい、お願いします。お、ベンチと自販があるということはっていうね。
ず安くなってるやつは買っときましょうか。お、フェニックスのまま安い。20個か。ちょっと心もたないは心もたないですけどね。よいしょ。とりあえず癒しのベンチですね。あれかな？もう一回出てくるんかもしれんね。飼ってる、なんだったっけ、名前忘れちゃった。ここか。津波やってくるやつ。ああ、プレートの上へ行く方法は中だ。最後まで付き合えって。悪いね。だがあんたたちには。おお。何このモンスター。豚？待って。あいつを追う。え？大事なものなんだ。ここの鍵が入ってる。